どうも、群馬県住みます芸人の直帰 GT5000 です。全国レトロ喫茶戦争、今回僕が紹介させていただくのは前橋市の桃屋さんです。ごめんください、私吉本興業の、あ、はい、そうですね、はい、お世話になります、よろしくお願いします。あ、オムライスなんですね。飲み物はクリームソーダで決定してるんですけど、すいません、はい、何じゃないでしょうか。すいません、スパゲッティのナポリタンと、はい、あとクリームソーダを、はい、まずサラダが来ました。自家製ドレッシングがかかってるんですけど、なんかお店の方にお醤油をかけたらさらに美味しくなるよって言われたんで、お醤油かけたいと思います。お醤油です。ナポリタンです。お待たせしました。あ、ありがとうございます。はい、待ってます。気をつけてください。はい、やっていいからな。ナポリタン到着しました。いただきます。美味しい。鉄板なんでね、ずっと熱い。マッシュルームとお肉を、チーズ忘れてました。僕はサンドの飯よりもチーズが大好きで、あ、すごい、これ鉄板なんでずっと熱々なんで、チーズが忘れた頃にかけてもすごいなんか溶けてトロトロに美味しそうになります。クリームソーダ来ました。うわ、いつも悩むんですよね、これ。混ぜて飲むのか、ソフトクリームだけ先に食べちゃうか。いや、今日はちょっとソフトクリームだけ先に食べちゃいます。あー、幸せ。ごちそうさまでした。いや、大満足です。あ、私の味がしたでしょ。僕もすごい美味しかったです。ありがとうございました、はい、それです。鉄板でずっと鉄板になんか乗せてあるんで、最後まで最初は銀本だった、はい、銀本だったんですね。50年前って聞いた。50年前か。店は65年なんですけど、65年、僕途中までチーズかけるの忘れてて、普段普通の
お皿だったらもう冷めちゃってチーズがもう固形で、ナポリタンとチーズ別々で食べてるような感覚になっちゃうんですけど、そうそうなんですよ。ただあのほとんど結構後半にチーズかけたんですけど、全然もう溶けて、はい、逆になんかちょっとチーズが熱くなりすぎて、はい、昔ながらのデミグラスソースです。あ、そうだった。だからちょっとケチャップだけじゃなくて、はい、あそうそうそう、ちょっと茶色かったじゃないですか。そうですね、僕オレンジじゃない、ブツ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 でくんちも見えるんですよ。野菜とかいろんなもの見えて、はい、これ大変、緑が好きなんですか。緑あの中学校の時の夢が素手であの熊を倒すっていう無謀な、あの僕あの本名がチョッキトモノリで、うん、見たの、はい、ああ言ったと思った、うん、で NSC の一番最初の授業で君はもうチョッキを着なさいっていう本名じゃないですよね。はい、本名、本名なんですよ。はい、神奈川県の足柄と小田原にしかいない名字なんですよ。漢数字の1に寸法の数に木曜日の木3文字なんですけど、チョッキって調べるとウエストコートって出てきて、ウエストコート調べるとベストって出てくるんですよ。ベスト出てくる、ベスト調べるとあのジレが出てきて、ジレを調べるとウエストコートが出てくるんですよ。チョッキがなくなるんですよ。なくなっちゃった、なくなっちゃった、そうか。で今川場村で何やってるんですか。川場村であの伝統工芸のほうきを作って、本当に作ってる、本当に作ってるんです。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ごちそうさまでした。はい、ありがとうございます。